松下敏之は、兵庫県生まれで、イタリアクレモナ在住の原楽器製作者である。1957年に兵庫県生まれ。1979年により、原楽器製作、修理を志す。1982年に、イタリアのクレモナに渡り、ステファノ・コニャの工房を得て、コラード・ベッリに学ぶ。フランチェスコ・ビサリティから造眼細工の技術を受ける。 1989年からは、当地の制作者の主流となっていた、アルコールニスの使用からいち早く離れ、オイルニスに着手する。最終的に、オールドイタリアン古典楽器を追求し、それに基づく独自の制作スタイルを完成させた。並行して1982年から87年に、ロンバルディア修立学校弦楽器修復過程。 および国立クレモナバイオリン製作学校を卒業。その後、スイスチューリッヒの音楽店ムジークハグにて、オールド弦楽器の修復を学ぶ。1987年に労働許可を取得し、イタリアクレモナのミラッツォ通り20番に工房を構える。1998年より、国立クレモナバイオリン製作学校マスターコース最終学年に、 日本人初めてのマエストロ講師として招かれ、生徒の指導に当たっている。制作された楽器には、アマティ、グアルネリ、アントニオ・ストラディバリをはじめとする古典イタリアン弦楽器への深い研究の成果が反映されており、音色の明るさと豊富なバイオンの魅力が日本をはじめ欧米で高い評価を得ており、様々な国際制作コンクールにて上位入賞をしている。また、 現在までに修理、調整した代表的な楽器は、以下が挙げられる。1993年及び1996年に開催された名器、ストラディバリウスのサミットコンサートに、楽器のメンテナンス担当として招待される。また、この機会をはじめとして各地におけるレクチャーコンサートの活動を行う。サミットコンサートにおいて、メンテナンスを行った主な名器は、 下記の通り、2005年 NHK ハイビジョン BS 番組、遠くにありて、日本人、ストラディバリを超えたイタリア松下俊幸編が全国放送。また、2007年には、資生堂提供スペシャル番組、美を紡ぐ人から今を生きるあなたへが TBS で放送された。アンタントインターナショナルデマトラルテアーズやアーキテオス、D アート。 インターナショナルソサイティオブ・バイオリンボーメーカーズ、アンタン国際弦楽器、弓製作者協会弦楽製作者と修理技術者、そしてその関係者や出版社等で組織された非営利の業界団体である日本弦楽器製作者協会の正会員である。38年以上にわたるクレモナでの製作活動に裏打ちされた松下俊之の解釈によるレクチャー。 そして松下俊幸が制作した弦楽器やアントニオストラデバリなどの名器によるコンサートを各地にて開催している。2016年に鈴木正吉が制作されたと言われるバイオリンの鑑定に参加した。日本のバイオリン制作者で鈴木バイオリン製造株式会社の創業者である鈴木正吉の工場は年譜によると1913年に直視後左見の栄誉とあり、 また、1927年に昭和天皇に単独配列とある。皇太子殿下は、鈴木正吉1926年製のバイオリンを、高松の宮信人新郎から直接送られたという。この記録をもとに、愛知県立芸術大学音楽学部教授、井上さつきが皇太子殿下の行為でそのバイオリンを拝見する、機会を受け、 松下俊之がそのバイオリンの鑑定に参加し、鈴木正吉演熟期の作品と判定された。YouTube の家庭画方公式チャンネルより、松下俊之制作バイオリンで奏でる演奏が、視聴できる。使用楽器、松下俊之2011年制作、プリマベーラ、演奏、横山玲奈。ありがとうございます。